こんにちは。こんにちは。こんにちは。袴田チャンネル。ちょっと最近袴田チャンネル撮ってなかったんで、そうなんどっちが土曜かなみたいになりました。はい、で今日はもうゆるくね。ゆるいやつ。ゆるいやつで、まあ、多分視聴者だからもうこれはもう袴田さんの人気次第だよね。そうっすよね。え？これはもうそうですね、うん、だからもうサムネも袴田さんを全面でやって、で俺らが後ろでサブいるっていうやつで、袴田さんの人気でどんだけ回るかっていうちょっと肩いっぱい出しとこうかなこんなにってこれでいっぱい出しとこうかな。いやいや、もうここまでもう出しなきゃ、ここまでもうギリギリまでギリギリまで、あの写真集並みにな、ね、あのカルバンクラインがいいと思うんですよね。カルバンクラインやっぱあの写真人気なんだよね。 あともうじゃあケツ出しとけいっちゃう結構お尻ティーバッグとか出してたんで、あのこうやって画像になるとこうやってバッテンとかつけられたりするんですよね。センシティブみたいな。あ、そうなんだ。はい、写真集ティーバッグにすごいのあるんで、あの全裸ありますから。全裸はない、ごめんなさい、全裸はない全裸はないけど、でも近いのある、近いの。そうだ、うん、葉っぱとか。え、違う、葉っぱ、うん、全部違う違う、アダムとイブですみたいな。僕も佐々木さんにあのキャッチャー道具でやってほしいですけどね。キャッチャー道具で裸で裸でキャッチャー道具、裸でキャッチャー道具、下見えてるやん。下キャッチャーミットじゃないですか。金カップしとけばいい、金カップ金カップで隠してプロテクターだったら裸でもいけるよな。いけますよ、 LG ちゃうだろ。いけますよ。だから俺金カップに入るかな、収まるかな。これ袋閉じとかでどうですかね。面白くないですか。これが俺の居場所みたいな。これキャッチャー、俺の限定、俺の原点だ。ジャングルで、ジャングルで、ジャングルで、ジャングルとか都会とかでね、都会のど真ん中、東京ど真ん中とか、それせっかく公然わいせつになっちゃう。銀座のあの、ホコ店みたいなところで真ん中で。え、それダメダメ、わいせつになっちゃうから。え、大丈夫、大丈夫、だってどこも出てないよ。あ、そっか、ミットつけて、こうかぶす、プロテクターつけて、で、ここ金カップしてるから、別にどこも直接は受けられない。でも撮影だから、撮影だから、だってどこも出てないじゃん。そっか、全部なんか覆ってますもんね。あそこも出てないし。出てないですよ、絶対出ないですよ。出ない、本当に。いや、わかんない、それは出るんじゃないですか。何、スモールでも出へんから。スモール何、何の話してる。いや、これはもうあの袴田チャンネルで、どんなにくだらないことしても再生回数上がるかどうか実験やん。試してるんですよ、試してるんですよ。サムネだけで。そうそうそう、サムネだけでどんだけ。で、これで切れた。サムネだけでどんだけ回るか実験してるんじゃないですか。ちょっといい感じのサムネにしといてくださいね。これもう本当楽しみだよね。楽しみですよ。こんな雑なことしてどんだけ回るかって、 YouTuber らしいこともしなきゃいけないじゃん。そうですね。野球のやつばっかりしても疲れるやん。そうなんですよ。これでもしね、まあ、じゃあこれで、何万 ?5?5 は行ってほしいですね。5行ってほしい。じゃあ5行ったら、はい、第2弾から。第2弾。じゃあこの動画で、仮に、じゃあ30万再生したら、やばいっすよね。俺、そのやつやる。え？ミット？だからそれで。めっちゃ見たくないですか？ここのスタジオだけどね。はい、ここでね。やりましょう。ここで、で、あの、グリーンバックを、東京にのして、をして、で、袴田さんがシャッターです。あ、私がじゃカメラ前に。だって経験あるんで、で、その僕らはその様子を後ろから撮影する。そのサムネがもうそれなんですね。サムネ。ちょっと想像しただけでちょっと笑っちゃう。で、30万円低すぎ、大丈夫？いや、行くんじゃん、30。あります、これで。30行くんじゃん。行かない。行くか、行かない。難しいですよ、30万も。30万結構難しいですよ。いや、なんかそうやって言ってさ、悪ふざけしてみたいから、車のやつも30万いったやん。行きましたね、あれは行きましたね。だからさ、車かわすっていう。で、見てくれた人がみんな拡散してくれたら行ったら困るよな。え、でもそれはね、100でいい、100でいい。いや、100はむずい。50は、50だって。でもずっと残るからさ、いずれ行くかもわかんないじゃん。でも30っていい塩梅じゃないですか。30がいいんじゃないですか。じゃあ、これ6月だよね。6月中に30年、1ヶ月で。皆さん、拡散お願いします。お願いします。で、じゃあ50いったら、はい、じゃあ袴田さんもつけようよ、なんか。あ、いいっすよ。あ、いいっすね。50いったら、何つけるんですか。だから何する。やっぱりファンの方は写真集よりより過激なものがやっぱり見たいじゃないですか。ちょっとそれちょっと事務所に許可とか。大丈夫、これ事務所関係ないから。関係ないから。関係ないから。
ね、そうそう。じゃあ、あれにしよう、うん、じゃあもう50万いったら、うん、あの水着でキャッチャー道具にしよう。あー、いいっすね。あ、水着でキャッチャー道具か。あ、キャッチャー道具つけながら水着っていう。それちょっと100じゃない、100。いや、俺と一緒のこと言ってるそうだ、キャッチャー道具自分の身になったら分かるやろあの、行くかもって思うやん俺も30、あれ、行かへんと思ってんで、行かへん、リアルは行かへんと思うけど、え、30でもし、もし行く可能性あるよなって思うやん、50って言った時に行くと思わへんやん、でも、え、行くかもって思うやろ、ゼロじゃないんだ、怖くなって、俺の気持ち、分かった、俺の気持ち分かった、100かな、いや、だから30、50でね、いや、怖いからね、そういうね、あの、丸乗りみたいなのがね、そうそうそう、一気に。だ6月1日のマリンであるトークショー2人出ると思うんですけど、そこで言ってください。じゃあ、あれにしようよ、じゃあ、これみたいな人。いや、絶対手挙げるから、バカだから。だから30、50ね。30、50。うわぁ。まあ、なんかやりますよ。うん、楽しみですね。はい。はい、もう、じゃあ終わっていい？いやいや、もう6分半喋ってるんですか？喋ってるじゃん。だからこれで30万回ったらすごいよ。すごいですよね。逆にすごいです。いや、これまたすごいですよ。そう、うん、今何の中身もない話ですよね。めちゃくちゃ面白かったけど雑談。めちゃくちゃ、これは酒のつまみになる話だ。あ、そういうことですよね、はい、見てる方がね、うん、今なんでビール多分2杯いけどうん、じゃあもういい。いや、どうです。これでこのトークだけで30万いくかどうか見たいよな。見たいですね。うん、あと3分ぐらいしょうもない話して、本題いきましょう。本題、本題いく。本題もここからいっちゃいます。ああ、じゃあ本題はね、はい、あれです、うん、最近よく見る YouTube ですっていう話をしたかったんですよね。そう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 、それがこう雑談ね。そう、俺はもう最近よく見る YouTube はもう決まってんね、はい、あの階段やね。階段、まあ、お階段巡り、俺島田秀平さんのやつだ。 あれ面白かったですね。もあるけども、うん、はい、それ最近はそれと同様に、うん、初音チャンネルっていう、初音ちゃん、初音さんいるんですよ、女性の方で、うん、その方もなんかその見えてたことがあるらしくて、はい、とか、あと吉井正夫さんの、はい、チャンネルとか、あとヤース、初音チャンネルってこの方知ってますね。あ、こんな若い女性なんですね。そう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 。絵が自身の経験談とか語ってるんですか？もう、そう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 。あとはそう、沖縄の、あの、おばあちゃんがユタで、うん、っていうヤース、うん、ヤースチャンネル、ヤースさん、ヤースさんの方もその沖縄の人で、あと、うん、自己物件すいます芸人さんとかもあるし、へー、あとイッテ Q 出てる、名前忘れちゃった、あー、頑張れルーヤさんの、うん、その怖い体験談話とかもあったり。そんな怖いのが好きなんですか？いや、面白いよ、めっちゃ。だからラジオ感覚で聞けるから、あ、別にしゃ、俺らみたいな喋ってるだけだから、はいはい、別に絵代わりとかもしないわけ、はい、何の、うんうん、だからその見てて、だから運転しながら、はい、そのラジオ感覚で聞いて、夜怪談話聞きながら仕事して、私怖くなっちゃいそう。めっちゃ面白いよ、おーっつって。ユタのおばあちゃんが、うん、心霊特集とか番組見るのが好きなんだって、はい、で笑ってんだってめっちゃ、うん、でそれなんで笑ってるかっていうと、あ、見えない人ってこういう風に見えると思ってんだっていう。へー、本当に見えるから、見える人からしたら、そうそうそう、うん、あ、こういう風に見えると思ってんだ、うん、あ、こういう風な感じで遭遇すると思ってんだ、あ、それは怖いよねって思うらしいです。でもそんな風に遭遇しないのに、ちょっと、って言って、それをゲラゲラお酒飲みながら笑いながら見てんだって、その作り方とか。でもそういうの見てると面白いの。あ、そうなんだ。最近よく見てる。高橋さん何見てる？私はもう最近K-POP 系しか見てなくて、うん、で今アベマでやってる、うん、あのガールズグループのオーディションがあるんですよ、うんうんうん、私もオーディション番組見るのが死ぬほど好きで。出たらいいよ。出たらいいじゃないですか。 K-POP、 まあ、あの出たら33歳で出られません。もうみんな14歳とか15歳。別に関係ないやんな。年齢は関係ないし。いや好きな人から。好きな人もいるやん、それぐらいの年の人が。そういうちょっとアダルトなグループを作るってなったら、じゃあ、ちょっとまあダンスもできるし、うん、まあ、歌もいいじゃない。いいやんな。だって昔あったやん、SDN とか。
ありましたよね。ああそういうグループ作ってくれるんだったら、でどこ作る？佐々木チャンネル。やります。オーディション。え、アイドル、アイドル。アイドル。ああアダルトな SDN 的な。うん、だから STZ セトさん曲作ってくれる？ STZ と五人衆みたいな。48は無理だから。いいんちゃう？ちょっと踊りできる人にしてくださいね。やっぱちょっと教えるのちょっとそこまでさ、やっぱ。いやで何踊りでもいいやん。盆踊りでも。いやそれはもう K-POP が K-POP はやっぱり K-POP で踊るんですか？踊るよ、めちゃくちゃ。真似したらあかんねんって、できひんねんから。そう、真似したら盆踊りして日本の良さ伝えていい。そう、いいよ。インバウンドで外国人に。いいよ、で、もうちょっとかっこいいじゃん、踊りとか。かっこいいよ、踊りとか。いや、じゃあ、そのなんかキレキレキレな感じの。いや、踊りもキレキレやで。かなりキレキレやで。やったことないからさ。いや、だから良さこいとかな。日本の良さを。ソーラン節。ソーラン節？ JPN48 でいいよ。ジャパン。ジャパン。ジャパン。で、もう世界に呼ばれるかもしれない。おう、世界に進出していこうよ。それ誰プロデュースしてくれるんですか？いや、俺作れるんですか？うん、よくない。歌作だから、佐々木チャンネルで ねやって、うん、まあ、確かにオーディション企画やって、で、PV とかも作って、うん、で、だって YouTube なんて世界発信やから、うん、どこで引っかかるか分からないんだ、まあ、で、その映像の1コマに佐々木さんの体をガッチャ入れるんで、ぶち込めるんで、ぶち込めるんで、全部繋げるんですよ、繋がるんですよ。1億ブースはどうする？分かんないよ、どこで何がね。そうですね。里崎ライブのつながりで、あかねさんとか振り付けにちょっと呼んでくださいよ。有名だね。有名なあの富岡高校の振り付け。ああ。今アバンギャルディやってるじゃないですか。そんなお前簡単に来てくれへんよ。神様ですよ。神様ですよ。なんでもつながりがあるじゃないですか。だからちょっと振り付け JPN の振り付けやってください。伊丹友美さんがやってくれるかもしれないですよ。おお、そうですね。伊丹さん、あの高橋圭司君の妹さんも今。旦那さんの妹分に入ったんでね。でもおばさんじゃないから無理だよ。いや、振り付けとか踊りとかは教えてくれるかもしれない。そうなの、わかんないですよ。それでね、PV 作って、どうする？1億再生されたら、もう僕らも、もう僕らも移動アルファ。そしたらもう、そしたら紅白やな。お、お、YouTube から紅白出たらすごいですよ。俺言えるよな。全然あるし今の時代。それはもうあとは出役の人って次第やからな、はい、俺ら関係ないや。私めちゃくちゃスパルタですよ、それ。私リーダーで、うん、いいよ、はい、勝手にやっといてくれたら腹筋割ってくれ、欲しいですね、みんな、うん、バキバキやって。なんかかっこよくないですか、女の子が腹筋割ってくれたら。みんな30、あら35みたいな。あらさね、いや、もうあら35ぐらいでお願いします。あら35、あら30みたいな。あら30、こんなんで30万再生するか。50とか、こんな話で誰が話してる。ここまで聞いてる人すごいくないすごいよ、逆に暇なん。戻すと、私は K-POP 系の YouTube ばか見てるよっていうね。みんな何見てんだ。僕最近ね、家庭菜園にハマってるんで。家庭菜園、家庭菜園してんの？見てんの？畑、畑見てんの？僕畑を最近始めたんですよ、はい、どこで？借りて？借りてね、区民農家みたいなのがあるんで、おじいちゃんおばあちゃんしかいないのに、僕みたいな一人。いいや、もうなんか、あ、じゃあまあ、優しいですよ、みんな教えてくれるし。じゃあ還暦48作ればいいやん。還暦48、おばあちゃんおばあちゃんって言って、野菜作って、こんな干しながら、誰が見んねん。還暦48、それこそ誰が見んねんって話だよ。分からんよ。家庭菜園48にして、家庭菜園48で野菜の歌とかさ、作ってさ、で、子供たちが野菜嫌いの子供たちが食べるように、1本でも人参って人参ってこの区画大根大根って野菜を食べようってパリッと食べたら、いればボーン取れたりしてね。ちょっと東農大のさ、こうなんかこういう拾ったれよ、今の拾ったれよ、もうなんも話スルーしてるやん。拾ったきゃ全然聞いてなかった。東農大なんだっけ。これ何も聞いてなかったと思うよ。あんな2回地獄やん、地獄やぞ、あれ2回言わすんわ。いやいや、ほんまによ。これ30万回るか、これまだ、維持率マイナスいってんじゃん。これ聞いてください、7月21日の里崎ライブで、うん、本当2人、この動画見たか。そこに来た割合の何割がこれを見てくれてるか。どれだけ。でもこれをずっと見てる人はだいぶファンですよ。だいぶファンですよ、これ。それがだいぶ暇。もしくは寝てて無限にループ再生されてるっていう知らない間に。確かにね。これでもあれだよ、トラックドライバーとかの長距離運転にはちょうどいいよ。ちょうどいいですね。だってラジオ聞いてるのと一緒だから。そうですね。これラジオこんな感じだから、うん、大体こんな話でも消しません。え、消しません。消せんでラジオつけておくから。もうこっから交通情報センターの佐々木さんお願いします。
現在首都高速道路順調に流れています。首都高速3号線三軒茶屋三軒茶屋もう無理や。じゃあ、続いて天気予報天気予報センターの高松さんお願いします。はい、お伝えします。今日は一日晴れるでしょう。明日は晴れ時々雨。誰笑っとんの天気予報でどうやってやるのかなあ、今日は一日高気圧に覆われるため晴れるでしょう、みたいな。もう梅雨やって今。あ、そうだそうだ、これついたんだね。梅雨ですよ。もう梅雨入る、もう梅雨入るから、沖縄梅雨入ってるから。確かに台風ですね。台風一号来てるから。あの、なんとか前線がなんとかに行くだけ。梅雨前線が何やねん。もう停滞して、青学梅雨前線知らんの梅雨前線が、梅雨前線がどうなるんですか。停滞するんですよ。停滞するため、あと梅雨前線が北上してきて、北上してどうなるんですか逆にどうなるんやっていう。俺、梅雨前線が折れましてみたいな私、あの、本当に天気予報全然わかんないいや、それぐらいわかるやん。わかんない。じゃあ、続いて、はい、ここで一曲お送りしましょう。最新作、ナンバー、先生から、はい、歌歌オリジナルね、オリジナル著作権引っかかるから、うん、一曲、一曲ね一曲だって流さなきゃいけない。ラジオはやっぱり一曲流すやん、はい、うん、そうですね。交通情報センターと天気予報やったから次歌やから、うん、ここはやっぱ先生のおすすめで。あ、そう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 、オリジナルね。オリジナルを作らなきゃいけない。そうそう、だってその他のやつ使ったらね、うん、著作権引っかかったら。 YouTube やっぱ、うん、かけられないから、うん、ある既存の曲。新作ね。この振りすごいぞ。ニューリリース早く。あれ、これ CD かかれへんぞ。あ、かかれへんぞ、かかれへんぞ。バラン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 、滑る俺の話はおばあさんの野菜は歯がポロッとまた滑る。以上、音楽でした。タイトル、タイトル、タイトル、これはやばい。もう滑らない。タイトルもう滑らない。もう滑らない。滑ってるやん。したそうですよ。お、緊急ニュース速報が入ってきました。お、ここで、ニュースセンターの、青空くん緊急ニュースお願いします。緊急ニュース、はい、速報入ってきたからね。ある、はい、あるじゃん、よくね。速報入ってきたから、速報です。ピコン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 、何何何何何、速報何、速報入ってきました。はい、はい、賭博、増額されまして50億ということが判明されました。いいだろ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、 CM CM なんか過激なニュース扱いませんよ、そんな。ちゃんとしたやつやんなってちゃんとすんなって。なんか僕がすごい売れてる。僕は一番簡単やんな、うん、めっちゃ簡単です。何でもあるんですよ。何でも、うん、ニュース速報、もうニュース、うん、ニュース速報できたし、もうあ、またもニュース速報入ってきました。はい、アナウンサー室の先生お願いします。はい、ここでニュースが入ってきました。速報です。ドジャース大谷翔平選手がマクドナルドのドライブスルーでピクルス抜きと頼みました。以上です。好き嫌いあんねんだ。苦手だ。ピクルス抜きっていうことを今、うん、ドジャースが発表しました。うん、フェイクニュース。フェイクニュースです。知りません。絶対行かないと思います。大谷さんがマクドナルド。うん、でも行っとってほしいんですよ。大谷さんもマクドのピクルスがちょっと苦手だった、うん。またニュース速報入ってきました。うん、はい。袴田アナ、お願いします。速報です。お伝えします。先日、私、韓国にロケに行ってきたんですけれども、その際に、ちょっとあの美容クリニックに行ってきまして、なんか首に点々のあざとかがあるからそれ全部取ってあげるって言われて、ダウンタイムやめてって言ったときに、今めっちゃ失神でほら、うん、すごい失敗。いやいや、多分ダウンタイムなくしてねって言ったのに、うん、今ここ若干、うん、失神じゃなくてなんかダウンタイムがブツブツになっちゃってるっていう、うんうんうん、そのちょっと先生何やってるんだっていう話でした。通じなかったんじゃないですか。いや、ノーダウンタイム。
ノーダウンタウン。やるって英語ですか？あ、日本人が行かないところだったから。分かってないんじゃん。オッケーって聞こえた。いや でも英語はねちょっと通じる。ダウンタウンって聞こえた。ダウンタウンダウンタウン。ノーダウンタイムって言って。そう。あ、ここでまたニュース速報が入ってきました。ニュースセンターの里崎さん、よろしくお願いします。はい、ここでニュース速報です。西武のファンから熱望された里崎監督、里崎さんに質問したところ、引き受けないとのことでした。お疲れ様でした。はい、あの回答今出したんですね。そう、引き受けないっていう。引き受けないというね。電車通学で来いと。そう電車で来い、通勤ね。引き受けないっていう、はい、って来いと、うん、ファンの人が熱望されてて、SNS 上で、うん、あの引き受けないっていう。はい、引き受けないそうです。ないそうです。これ速報です。速報ですね。はい、じゃあちゃんとしたやつやってもらおう、最後に。そうですね。一人だけちゃんとやってないから、はい、それではじゃあ青空記者、速報お願いします。はい、はい、ここで速報が入りました。はい、大谷翔平選手が小銭顔してるので拾ってるところで、写真撮られ、みんなに翔谷と呼ばれております。あ、小さい男ってこと？小さい男みたいな。あ、でも記者に撮られちゃったから道に落ちてる小銭拾うだって思われちゃったってことか。ありがとうございます。そうです。どれどれなあかんじゃん。きつい。いや、私もちょっとクリニック行ってるとか、なんか言わざるを得なくなっちゃったし。30万再生するか、これ。回ります？回る？絶対回るっすよ。維持率めちゃくちゃ悪そうじゃないですか。そうだね。あの、ここ、まあ、20分ぐらいの動画になってると思いますけれども、はい、最後まで、本当にご視聴いただいたあなた、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげで、佐々木チャンネル保っててます。はい、これを最後まで見たあなたが、ね、勇者ですから。はい、すごいっすね。はい、また次回も、お楽しみください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。